こんにちは、速稼塾の久保です。しつこいっていうキーワードね、ありましたけども、私もね、石の上にも3年っていう言葉をことさらに当てにしてるわけではないんですけども、まあ千里の道も一歩かなっていうのは結構好きで、何かことをなそうと思ったらさすがにね、ある一定量やらないと何にも見えてこないですね。で、ある一定量やったら残念ながらね、みんなうまくいくんですよね、大抵のことは。まあだってそれしか考えられないなというところと、実際そうだなっていうふうに振り返って思うんですよね。FX 今年も始めてるんですけど、やっぱりね、さすがにね、4年も5年もやってると、もうそれは勝てるようになりますね。で、まあなんていうんですかね、人のトレードはあまり見ないんですけども、多分勝ってる人とか勝ってない人とかも分かるんじゃないかなと思うんですよ。で、自分で、トレードのポイント、 FX のトレードのポイントっていうのが決まってるから、多分そうじゃないものっていうのは、あれなんでだろうっていうふうにまず思うと思うんですよね。で、大体トレードのポイントが一緒だと、まあ自分と同じ結果出てるかなみたいな感じでちょっと安心するところあるんですけどもね。だから自分と違うからといって全部ダメだってことじゃなくて、自分よりも優れた方法がそこに潜んでるかもしれないっていう目で見ますから、さらに、選びやすくなるかなと思いますよね。転売をやっていても、儲かってる人の転売と儲かってない人の転売っていうのは、本当一時を切り取ったらね、結構見えてくるところがあって、扱う商品がこれだったらまあないだろうとかね思っちゃったり、仕入れの方法がこれだったらまあないだろうと思ったりね、仕入れの先じゃないですよ、仕入れ先じゃなくて仕入れの方法ですよね。仕入れの方法がこれだったらどのくらいの利益かなとか、販売に関する労力っていうのはどのくらいかなとか思っちゃうんですよね。まあアフィリエイトも始めた時に、その道はきついんだけどなと思ったり、なかなか見どころあるんじゃないかな、先があるんじゃないかなと思ったりしますね。だからそういうふうに見分けれるようになってくるのも、まあ一つの、やっててよかったな、継続しててよかったなっていうことかなと思いますね。で、あと YouTube ですけども、 YouTube もね、やっぱり最初に、顔出しするかしないかで悩んでると大抵うまくいかないのかなって気はするんですけど、どうですかね。そういうもんじゃないだろうと思うんですけども、あとやっぱりよく言われますけどもね、どんな機材を使ってるんですかっていうふうに聞いてくる人も、じゃあその機材を買ったからといって、でバンバンやるようになってるとも思えないし、要するにやるかやらないかっていうことは、もうね、環境が整っているとか、なんか他に用事があるとか、なんかの都合があるとかじゃなくて、やるって決めた人っていうのは最終的にやってるわけなんですよ。決められた日とか決められた期間に。で、やらない人っていうのは、あれがないからやらないとかね、これが来てないからできないとか、こういう条件だからまだもうちょっととかね、要するにずっと準備してるんですよ。で、結論ね、実行が最大の準備だと思いますし、実行が唯一の準備とも言えるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ今日1月5日ですけども、もうなんかね、100歩先行ってると思うんですよ、やってる人って。かたややらない人っていうのは、いや正月だったからとかね、いや昨日はちょっと出社日で忙しかったからみたいになるわけですよ。一体何をやりたいのかなと思いますよね。お金を稼ぐとかビジネスをしているってことに真っ正直に向き合っていると、そうはならないと私は思うんですけどね、いかがでしょうか。